こんにちは、ももほです。今日はですね、みんなお待ちかねの大好きなメガ割りが始まるということで、私の推しスキンケアからコスメまで全部ご紹介していきたいと思います。もう本当に私はもう超自信がある、みんなが絶対買っても損しないだろうなっていうものしか紹介しないので、よかったら最後までご覧ください。ではスタート。じゃあまずスキンケア類からご紹介していきたいと思います。コス RX の導入美容液と、こっちが化粧水と、あとこれが美容液ですね。まあ私が一応使ってるからご紹介はするんですけど、正直これはあってもなくてもいいけど、あった方が浸透率は上がるなっていう感じだから、乾燥肌さんとかはまあ買ってみてもいいかもしれないです。でこの化粧水は本当に6本7本目ぐらいリピしてるやつで、夜のスキンケアはもう絶対 100% これで、インナードライ肌さんとかも乾燥肌さんにもう超おすすめです。とにかくこれは本当に内側から超しっとり保湿してくれるっていう感じの化粧水です。でこれは全く刺激感がないので、敏感肌さんでも使えるかなという感じです。で次にこの美容液ですね、これも10本ぐらいリピしてるんですけど、これはね C23 と C13 っていうのもあるんですけど、 C13 の方がビタミン濃度が多分薄いので、こっちが濃ゆい方なんですけど、で中がねこういう感じのスポイル式になってるから衛生的だし、これもめちゃくちゃ保湿力がやばいんですよ。もうお肌塗ってこういったらもうもうもっちりって感じこれ塗っとけば朝までかさつかないから、これも絶対私はもうね手放せないアイテムです。でこれは割と刺激感があるっていうか、肌が傷ついてる時とか荒れてる時に塗っちゃうと結構ヒリヒリするので、敏感肌さんもう超敏感肌さんとか、肌が今荒れてるから不安だなっていう方は C13 から使ってみたらいいかなと思います。でも本当にビタミンだからお肌もめっちゃトーン上がるし、毛穴とかもね綺麗になります。でそしたら次、最近これ私が使ってるんですけど、エクリモイです。でこれが何かというと、最近流行ってる針が入ってるクリームなんですけど、これの1000ショットっていうちょっと弱めなやつと、5000ショットっていう超強めなやつを使ってます。でこっちは2プッシュぐらいを全顔に塗って、こっちはもうちょっとだけ出して、このシミじゃないわ、シワが気になるとこ、お鼻の横とか張りが出てほしいなっていうところにこれを部分的に使ってます。私今まで敏感肌だからこういうの使うの怖いなと思って、別のリードルショットもあるけどそれは使ったことなくて、これはギフティングでいただいたからちょっと使ってみたんですけど、めっちゃねこれ使い出してから肌の調子がめちゃくちゃ良くて、なんかツヤンっていう感じ、張りが本当に出るっていう感じがしますね。1000、3000、5000の強さがあるので、怖い方は1000ショットから始めてみたらいいかなっていう感じですね。でもね、1000ショットでも結構針が刺さってるチクチク感は感じるけど、なんか痛いまではいかないかなっていう感じ、結構おすすめですこれも。でスキンケア最後がこちら、アトバリア365クリーム。これはねもうマジで今まで使ってきたクリームの中で一番保湿力が高いって私は思いました。もうね塗ったら朝までもうマジでもちもち、
こういう美容液とかの水分をこう逃さないために最後にこういうのをね蓋としてクリーム塗るんですけど、これはマジで美容液とかの成分逃げてないなってなんかわかるぐらい保湿してくれる。でこれはなんか韓国の皮膚科の先生と共同開発したみたいな感じのクリームだから、めっちゃ敏感肌さんとか、私もアトピーなんですけど、アトピーの方でも使えるし、敏感肌さんでも安心して使えるっていうのをどこかで見ました。朝になったらもう顔がパサパサで困ってるみたいな方いたら、これをマジ使ってみてください。量的には私はこの人差し指の第一関節ぐらいのとこまでビューって出して、それを全顔に塗ってます。本当に良い、これおすすめで、そしたら次にベースメイク系ご紹介します。まずもうみんな買ってんじゃないかなっていう感じのバニラ粉のプライムプライマーサンベースですね。これしか本当にベースは私使ってなくて、これ SPF もめちゃくちゃ入ってるし、あと保湿感も結構しっとりしてくれるし、マジでねファンデとかが一日中よれないですね、この下地を使うと。まあファンデとの相性もあると思うんやけど、今から紹介するファンデ2つとはめちゃくちゃ相性良かったです。あとはね、色が無色だから、なんかファンデを塗っても厚塗りになりすぎないから、素肌感も出せるかなっていう感じです。じゃあ次にファンデーション、じゃーん、バニラ粉のカバーリシャルアルティメットホワイトクッションです。私はね21番のロゼっていう色を使ってます。これは仕上がりはねセミマット肌っぽい感じになって、でも全然乾燥しないし、本当にこれ絶対でもこれとこれを一緒に使ってほしいんですけど、本当にこの下地変えちゃうと崩れ方めっちゃ違うの。だからこの2つは絶対セットで使ってほしいんですけど、これ結構薄付きなんですけど、カバー力はめちゃくちゃしっかりあって、でも何よりもねびっくりしたのが、この小鼻の横のほうれい線とかシワにマジでたまんない。いくら笑ってもなんか表情筋こう動かしまくってもマジでシワにたまんない。あと一日中色がくすまないのもめちゃくちゃポイントですね。とにかくねもうこれ使ってみたらもう絶対虜になります。みんなセミマット肌っぽくなるけど、私乾燥肌なんやけど、乾燥肌が使っても全然いけるぐらいのセミマット、なんか内側は別に保湿されてるけど外がマットっぽい肌になるっていう感じかな。これ使ってて乾燥してひび割れたこともないし、もう本当にマジでちょっと全人類に使ってほしい。でもこのセットじゃないと効果が発揮できないから、このセットこっち買うんだったらこっちも買ってみてほしいなっていう感じですね。で2つ目のクッションファンデがこのフィーのクッションガラスナチュラル01番を私は使ってます。これはまあちょっと水光肌っぽい仕上がりになるけど、でも全然ツヤンツヤンまではいかないという感じ。まあ保湿力はあるけど、こっち使ってみてちょっと乾燥しちゃうなという方はこっち使ってみたらいいかも。これもね、シワにたまりにくかった。で、めっちゃね、お肌がやっぱ白玉っぽく、なんかチュルンみたいなお肌になる。本当にガラスの膜張ってる感じのお肌にしてくれて、で、これも一日中くすまないです、色が。あと、バニラ粉よりはカバー力が若干低いかなっていう感じだけど、毛穴とかはちゃんと隠してくれるし、だから素肌感が欲しい人はこっちかも。でもうとりあえずファンデは顔真っ白白にしたいよっていう人はこっちかなっていう感じ。でも本当にどっちも綺麗だから、どっち買っても正直いいかなっていう感じ。でもこれを絶対セットで買ってください、これ。で最後にこのバニラ粉のプライムプライマーセッティングフィクサー、これを最後メイク、私はベースメイクが終わったらとりあえずかけて、
アイメイクとかしていくんですけど、これかけてたらもう完璧完璧に、一日中とは言わずもう2日ぐらい多分ね、もうメイク落とさなくても綺麗なままだと思うっていうぐらいいい。あとこれはね、いいところはめちゃくちゃいい匂いなのと、このミストの細かさがやばい、もうふわーって感じ。なんかミストってさ、シャッてかかってくる時もあるやん。でもこれはなんかもうふわーみたいな、超細かい、うん、霧で。そしたらシェーディングとハイライトをおすすめ紹介します。まずこのジュディードールのハイライトシェーディングパレット、私は02番を使ってます。中はこんな感じで、もうめっちゃわかる、もうめちゃくちゃ使い込んでるんですよねこれは一応イエベさん向けが多分2番で、ブルベさん向けが1番みたいな感じだったと思うんやけど、わかるかな、色味が茶色すぎない、ちょっとグレーがかってる茶色だから、めちゃくちゃ肌なじみが良くて、もうシェーディングするときは絶対これを使ってるし、あとここのマットハイライトがもう超万能、今日も使ってるんですけど、このツヤ系のハイライトをのせる前に一旦土台を本当に高く見せるためにこのマットハイライトをのせてからツヤのハイライトをのせたら、もうめちゃくちゃ鼻の形変わるし、おすすめです。で、あとハイライトでね、紹介したいのが、この 2N のピュアグラッシュハイライターの ND01 番。これがめちゃくちゃ綺麗で、なんかね、粉、テクスチャーがちょっと変わってて、粉、完全な粉っていうよりはちょっと湿った粉みたいな感じのテクスチャーで、触ってみたらね、わかるんだけど、こんな感じ。で、手に塗ってみたらこんな感じ、本当にめっちゃ発光してくれる、わかるかな、こういうこの感じ、なんかラメラメなハイライトっていうよりはツヤっぽく、ちょっとだけ白身ベージュみたいな感じの色だから、鼻が本当に立体的に見えるし、あと結構どんなメイクにも合わせやすい、ナチュラルメイクの時でも使えるし、もうしっかりハイライト感出したいっていう時にも使える。今日もね、鼻と顎とかにものせてるんですけど、めちゃくちゃ立体感出してくれて超万能っていう感じ、おすすめ。じゃあ次にアイシャドウをご紹介していきたいと思います。まずもういつも出してるやつはこれですね、ミュードのショールモーメントアイシャドウパレット03番です。これはこういう感じのお色味で、もう本当にイエベハルさんに超絶おすすめのカラーです。全部ね、白みがかってるピンクとかオレンジとかなので、めっちゃ使いやすいし、で濃い色もちゃんと入ってくれてるから、締め色とかこのアンダーラインとか涙袋にも使えるし、ラメも綺麗なのが入ってるので、このパレットでアイメイクは本当に超完成できます。次に 2N のベターミーアイパレット03番ミスティーっていう色、これは中を見てもらうとこんな感じなんですけど、これもね結構白みがかったピンクだから、あのイエベハルさんも全然使えるし、ブルベさんもめちゃくちゃ使えるって感じ。あと何よりね、このラメがめっちゃ綺麗で、粉もね超全部柔らかくて、薄い色に見えるけどちゃんとねしっかり発色してくれるんですよ。これ全部全色ね、ラメ伝わる？あ、伝わる？こんな感じ、あ、こういう感じです。めっちゃ綺麗じゃない？で、これ上のまぶたに塗っても可愛いし、涙袋に塗ってもめちゃくちゃ可愛くて、でしかも色もピンクだから、まぶたにのせてもこうギラギラしすぎないで、なんていうのかな、本当に上品な輝きみたいな、でもしっかりキラキラしてくれるから本当におすすめ。で次にエスポワのリアルアイパレットオールニューハッシュドチェリー、これもこの動画で私が一回メイクしてるんですけど、めっ
ちゃ可愛くて、あとねエスパーのやつも粉質が柔らかくて発色もちゃんとしてくれる。しかもこれに関してはこのチークとこれハイライトとかも入ってるから、めっちゃいろんな使い方できるなっていう感じですね。めっちゃ可愛い。ここのラメを今手に出してみたんだけど、これこれこれ、めちゃくちゃ光ってる。うん、ラメもめっちゃ可愛いし、あと色味がもう何より本当にチェリーっていう感じで、いつもより赤みが入ってるピンクメイクしたいなみたいな時、あとちょっと強めな感じの猫ちゃんっぽいメイクとかする時に使ってもめっちゃ可愛いです。でこの今紹介したミュードと 2AN とエスポアのシャドウは本当に粉質もめっちゃいいから、この同じシリーズの別の色とか買ってももう間違いないと思います。でそしたらグリッターを次ご紹介します。まず最近めっちゃ私の動画に登場するグリントのグリッタージェル05番、私はよく使ってます。もう裏面を見てもらっただけでこのキラキラさわかると思うんやけど、こんな感じで、いろんなマジででっかいラメも入ってるし、ちっちゃいラメも入ってるし、ちょっとここに出してみた。わかる？めっちゃ可愛くない？でこれは密着力がジェルだからね、超良くて、ラメ落ちとかもしないし、一日中キープしてくれるから可愛い。で2つ目がこのミルクタッチの FJI グリッターの02番。こっちはこういう筆タイプになってるから涙袋とかに塗るときにめっちゃ良くて、これも結構ねいろんなサイズと色のラメが入ってて、ここに今出してみた。こんな感じ、めちゃくちゃキラキラする。でね実際見るとピンク、オレンジ、黄色、緑みたいな、青とかも見える。ずっといろんなラメが入ってて、これ見たら分かる。あ、ほらこんな感じ、めっちゃいろんなラメが入ってるの。でこれ筆が結構細いから、こうでっかいラメだけ取って涙袋にのせるとかもできるし、ほんまに使い勝手が良いです。とこういうグリッターって結構時間経つと取れてきちゃったり、なんかこう固まってガビガビになってきちゃったりしがちなんやけど、この2つは絶対ガビガビになんないし、白浮きとかもしてこないし、超おすすめです。これが涙袋に使うコンシーラーみたいな感じなんだけど、まず3番ね。で色がこんな感じのいちごミルクっぽい色で、手に出してみるとこんな感じのピンクの色、白ピンクっぽくて、今日もねこれを涙袋に使ってるんですけど、元からね結構色がついてるやつだから、これをもう涙袋に塗るだけでぷっくり見せてくれるし、でピンクが入ってるからねめっちゃナチュラルに見えて超可愛いです。でこれこの動画で紹介してるんですけど、 1,2 分とか時間置いたらこすっても本当に取れないんですよ。で私もあれから何回も、てか毎日メイクにこれが入ってるぐらいお気に入りで使ってるんですけど、全然よれないし、この上からアイシャドウのめっちゃ薄い色とかを重ねてあげるとより崩れがマジでないです。だから超おすすめで、これ関連でこれも涙袋のコンシーラーとして私がよく使ってるバニラコのムードオンアイカラースティックの06番なんですけど、これは本当にコンシーラーっていう感じの色、わかる？これこれで、これもこれもめちゃくちゃスルスルかけて、でもね固まってくれるっていうか、こすっても落ちないのはこのフロレットの方かな。でこのフロレットの方もめっちゃ安いから、多分1000円しない、800円とかだから、身代わりクーポン使わないで買った方がいいかもしれない。何も買う予定ない人は身代わりクーポン使ってねこっちもね割と安いと思う。
で、あとはですね、このトゥークールフォースクールのスマッチングアンダーライナーで、1番と2番です。私は本当にどっちも使うんやけど、これは何に使うかっていうと、私はこのアンダーラインを引くときにこれをよく使います。こっちはまあピンクメイクするときとかによく使って、こっちはちょっとイエベ春っぽいオレンジメイクとかするときに使います。あとはね、リップライナーにもめっちゃ使えて、こう口角の影を描くときとかにも超絶使えます。で、こっち側が筆ブラシになってるからぼかすときに使えて、こっちがペンシルですね。で、色味がこんな感じです。あ、やばい、反転しちゃった。こっちが2番で、こっちが1番、ブラウンっぽいオレンジで、こっちがバーガンディっぽいブラウンっていう感じで、もどっちも粘膜色っぽいからアイメイクに使うとね、めちゃくちゃ馴染みます。これはね、本当に絶対ないと困っちゃうぐらいのスタメンになってますね、最近のメイクので。このペンシルもね、太さがめっちゃちょうどいいから、このアンダーライナーとか描くときにね、めっちゃ描きやすいんですよ。あとスルスル描ける。で、あ、ちょっと濃くなっちゃったと思ったら、このブラシでシャシャシャってやってあげると自然になります。あとはおすすめのアイライナー、バニラコのアイライナーなんですけど、私が持ってるのは色が1番と2番持ってて、私はだいたいこれで下まつげを描きますね。結構先が細くて本当に描きやすくて、あとほくろとか描くときもこれ使ってます。そしたらね、下まつげもほくろも一日中落ちないので、多分持ちもいいし、結構水にも強い気がします。全然ね、にじんだりしたことないです、これ。だからみんなもぜひアイラインなんか迷ってる方いたらこれ買ってみてください。で、そしたらチークご紹介いたします。フラワーノーズのリトルエンジェルコレクションのクリームブラッシュの3番と4番です。こっちが、ちょっと開けます。こっちが3番で、こっちが4番です。で、こっちはイエベさんでもブルベさんでも使えるカラーだと思います。こっちがね、コーラルオレンジピンクみたいな感じだから、イエベさんにおすすめですね。これは指の温度でこう熱で溶かしてからのせるんですけど、まあ、これ一色でチーク仕上げてももちろん可愛いんですけど、この上に粉の普通のチークとかのせてあげると、もうね、めっちゃじゅんわり感が出て超可愛いです。あとね、色味がどっちも白っぽい感じだから、本当に肌を超明るく見せてくれて、肌色がね、パッと明るく見えます。あと、まあクリームチークなので乾燥肌さんとかにもおすすめですね。で、あとは私がめちゃくちゃよく使ってるこのバニラコのプライミングベールチークの PK03 番、シュガーブームっていう色、これも白身ピンクなんですけど、こうやって見てもらったらラメがね、結構入ってるの分かりますか、ぎっしり。で、お肌にのせた時に本当にふわーっていう感じでお肌が超明るく見えるし、ちょっとこのラメが入ってるおかげか、お肌がね、ちょっとツヤンっていう感じで見えて、めちゃくちゃ可愛い。これはイエベハルさんとブルベさんはめっちゃ使えるかな。別にパーソナルカラーは私はそんなに関係ないと思うんですけど、髪色とカラコン変えれば何でも合うと思うんですけど、そう。あとはこちら、グリントのハイライター03番、これもほんまに可愛くて、わかる？このラメラメ、この感じ、この感じ。まあ、もうとにかくラメラメで可愛い。これとかをチーク塗った上にさってこう一幕さって塗ってあげると、お肌がね、もうチュルンって見える。今日私も使ってるんですけど、わかる？このほっぺたのとこにちょっとハイライトっぽく光が入ってくれるから、中眼面も短く見えるし、
とにかくね、可愛いんですよ。これも超おすすめです。はい、じゃあ最後にリップをご紹介して終わりになろうと思います。まず最近私がハマってるのがこのじゃん、フィーの 3D ボリューミンググロス、バニラの30と70です。で、30と70っていうのは何かというと、色の濃度を 30% と 70% という感じで表してるんですけど、こんな感じでこっちが 30% で上が 70% ですね。結構ね、濃度がわかるかな、違うの。でも本当にわかる、このチュルンチュルン。まあ、これはね、色残りとかはするやつじゃないんですけど、グロスなので。でもね、唇のあれが本当になくなる。もうね、皮むけとかも本当にゼロになるし、角質とかもなくなるし、とにかくね、もう唇がチュルンプルンっていう感じになる。今日私も使ってるんですけど、わかる？このチュルチュル感。私はいつもこの 70% の方をね、よく使いますね。この液だれ、こうリップさ、ゆるいグロスとかつけてたらさ、ちょっとここにふわーって落ちてきたりする、私だけかな、なんですけど、結構ね、この液ももったりしてるから、唇にこう本当に膜を張ってくれる感じ。とにかくね、もうチュルンリップを作りたいって方はこれおすすめです。で、バニラ70の方だったら、これ一色でも結構このぐらい発色してくれるから可愛いと思う。で、あと最近私がよく使ってるのがこのブレンドベリーリップバルーンですね。この色はね、010の引き寄せロージーモーブです。私はね、このフィーの 70% とこれを組み合わせるのがめっちゃ好きで、これをね、こう内側に塗ってあげるの。そしたらわかる？このね、チュアチュア感。で、これがね、結構プランパー効果もあるから、唇に塗ったらね、ちょっとスースーする。全然痛くはない。ヒリヒリじゃなくて、本当に若干スースーするなぐらいな感じになってくれて、だからこれでシワとかも結構消してくれるし、縦じわとかも。で、これは発色がめちゃくちゃ良くて、色がね、しっかりこんな感じでついてくれるから、このフィーのやつとこれ組み合わせたら、もう完璧なグラデーションが作れて超可愛いです。でもこの2つのちょっと惜しいなっていうところは、色が残んないっていうとこですね。はい、っていうとこに全部完璧なリップがあります。もうみんな分かってると思いますが、じゃーん、フラワーノーズの月光リングシリーズのリップです。これはね、もう本当に今まで何回紹介してきたか分かんないんですけど、これはもう全部クリアって感じ。悪いとこゼロです。着色残りちゃんとしてくれる、発色もちゃんとしてくれる、乾燥しない、もうガラスの膜、もうラップ貼ってるんですかみたいなツヤ出してくれる、ストローとかにもつかない、色が。コップにももちろんつかない。もう私、友達とかに配りまくってるんですけど、とりあえず使ってほしくて、みんなね、本当にもうやばいって言ってる。で、これ私が今6色手元にあって、ちょっと実家とかに何色か置き忘れてるんですけど、とりあえず6色だけ紹介しますね、持ってるの。まずこれが1番です。結構これはオレンジっぽい感じだから、イエベアキさんとかハルさんでも使えるかなっていう感じで、わかるかな、もうこのラップ貼ってるかなレベルのツヤで、これが2番ですね。さっきのよりはちょっとピンクっぽい、サーモンピンクみたいな感じの色味です。1番と比べたらこんな感じ。こ
ちが1番でこっちが2番。こうやって色残してた方がいいね。でこれが3番です。2番よりちょっと鮮やかなサーモンピンクっていう感じで、これが4番です。モーブピンクみたいな感じ。でもこのリップって結構ね、時間経つともっと艶出るし、あと色味も若干なんて言うんだろう、鮮やかになるから、ちょっと発色強くなると思っててください。でそしたらこれが次5番です。粘膜ピンクって感じ。全部粘膜色っぽいんだけど本当に可愛い。これもね、リピ 何本してんのか分かんない。私が一番よく使う色は GE02 番です。ちなみにでこれが7番ですね。こんな感じ。1、2、3、4、5、7、わかる？このさ、1番とか最初に塗ってるやつの方がツヤ感がめちゃくちゃ出てる。だからこれを使うときに2度塗りぐらいはしてほしいのと、あとなんかまってする前に1分2分ぐらいちょっとまを我慢してほしい。そしたらね、こんな感じのツヤが出てくれます。うわ本当に可愛い。これ肉眼の方が絶対可愛いんだけど、伝わってほしい。とにかくこれ買ったらもう絶対ね後悔しない。もうももちゃんマジ教えてくれてありがとうって言われる自信ある。ほら結構ね発色も残ってくれる。はい、こんな感じで私が推しに推しまくってるスキンケアとコスメたちご紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。もう本当に絶対後悔しない買い物になると思います、この中から選んでいただければ。だからぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントもたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。